これよりキャストをランダムで決めさせていただきます。まず永野さんのキャストはこちらです。ジュニアさんのキャストはこちらです。ももちさんのキャストはこちらです。スギちゃんのキャストはこちらです。浜谷さんのキャストはこちらです。北村さんのキャストはこちらです。険しいの。後藤さんのキャストはこちらです。もう無ですね。サリナさんのキャストはこちらです。そして岡田さんのキャストはこちらです。もうちゃんと見てください。全てのプレイヤーのキャストが決定いたしました。この中に2匹の人狼が嘘をついているのは誰なのか。さあ1日目の朝、追放会議の時間です。人狼だと疑わしい人物を話し合いで1名決定し、多数決で追放してください。それでは追放会議スタート。さあ、はい、市民です。あ、そうですか、うん、それで以上です。全然賛同せえへん。賛同はいらない、みんな以上です。でも人狼だったら大した玉ですよね。いきなりね、そんな玉じゃない。確かにね。いやいや、どう人狼になったらやっぱ多少やっぱ言葉重くなるからね。まあね、うん、セオリーで言ったらもう口数少ないやつ、はい、そうですよね。最初のターン口数少ない。ただでもこういうね、ディベートとかそういうに慣れてる弁護士が結構口引きる、あ、やっとですね今 A みたいな。ああ確かに、そうね、その口数で言うとパーンと入りそうなところ。もちろん言っときますけど、はい、ファーストインプレッションしかないのね。まずね、はい、根拠がないと言えないわけ、はいはいはい、今見てたんだけど分かんねえの。分かんねえの。分かんねえの。何かちょっと言葉遣いが言葉あらがるっていう感動になってるな。なんでと同時にもう一個見た感じ一通りで腕組んでた人いるんですよ、はい、やっぱ一丁人狼やったろかみたいな感じで腕組んでたのは弁護士、あ、近藤大成ですね。そしてサリナさんも腕組んでた。だから私は市民だっつってんじゃないですか。言うてる、あなたが組んでるじゃないですか。こんなことやってましたよね。ももちゃん普段からファンの皆さんを見るときは一人ずつ丁寧に見るっていうのを心がけているので、うん、もう皆さんもももちファンなわけじゃないですか。うん、そうだから。うんって言ったらびっくりしてる。どういうこと。じゃあ会社とジュニアさんからまさか返答来ると思わなかったので、でもいつも通りやっただけなんで。なるほどね。永野さん何書いてらっしゃるんですか。今ちょっと。どなたがどなたを怪しいっていうのを言ってるかなっていうのをちょっとメモして。あ、最初のデータ分析。でも冷静やな。ももちがほんまに怪しいな、みんなみたいな見方をわざとしてるようなところはありますね。あったね。そしてやはり北村弁護士が喋らなすぎです、うん、そうですね。顔上げた時の顔つきも若干険しかったような気が、はい、あのね、うん、俺は娘と一緒にちょっとトレーニングしたわけよ、うん、このゲームの人狼シミュレーション。いつもとおとん怪しいって言われたわけ、うん、で最初に消されるパターンがすごい多かったわけよ、はいはい、だからどうしていいか分かんねえの。ではじゃあ人狼じゃないんですか。俺は市民だって。え、市民ですか。役職も何もない市民ですか。役職はないです。本人あモニター見てから顔を上げるまで一番尺かかったのは北村弁護士だった。これ人狼が一番文字数多いですからね。確かにね。ただ私見たのは岡田さんは二度見をしたんですよ。岡田さんモニターを、もう岡田さんの二度見っていうのはよくあるよ、ね、芸風の一つです。でもね、うん、言っちゃうとちょっとあれですけど、ジュニアさん
こう見てモニターの下も見たんですよ。あら、ジュニアさんを疑いますよ。ちょっとだけ見えちゃったんですけど。いやいや、俺はそんなことないです。ないですか、ね、なるほどね。このいろんな情報を収集してたと。あ、うん、いろいろ見てった。いやいや、ちょっと待って、全然わからない。残り1分です。本当に一人ずつ消していきましょうよ。柄悪いのめっちゃ出すやん。消していきましょう、一人ずつ。はい、私まず違います、市民です、うん、はい、で後藤さん。いや、僕も絶対違います。誰が怪しいと思いますか？怪しいのはさっき言ったちょっとももちがうろうろ見てたなっていうのはありますね。ももちか。じゃあそのももちは誰が怪しい？でもそんな二度見してたっていう風に、そんな言うんだったら、まあジュニアさんはじゃあ、ちょっと待ってください。あの、人の意見に乗る、これはちょっと人狼の常套手段でもあります。隠れると、人の意見に隠れると、はい、ここで自分の新たに言うっていうのは、あの、その人に責められますから。うん、僕がサリナさん怪しいって言ったら、うん、サリナさん当然こっちを人狼。ただサリナさんがね、うん、スギちゃんって言ったら、次僕聞かれた時、あ、僕もサリナさんのおっしゃる通りスギちゃんっていうのは人狼のやり口ではあります。心情的にはね。波風を立ててないから同じ意見で。でもベテランだから喋るだけなのか。時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー追放したい人物を1名選んでください。すべての投票が終わりました。これより結果を発表します。まず、ももちさんが追放したい人物はこの方です。まあ、今そのお話があったので、ももちがジュニアさんを疑ったので、それを変わるのはおかしいなと思って、ジュニアさんちょっと投票させていただきました。続いて、岡田さんが追放したい人物を見てみましょう。まあ、最初は、ね、ファーストインプレッション、まあ、どうしても私は挙動の動きを、専門にやってますんで、シンキングタイムの時にここの頭を描いてたんですよ。それが尋常やない長さだった、ずっと。あれ本当ね、3日風呂入ってんぐらいの長さ。入ってるわ。いや、こんな毎日入ってますよね。入ってる。ほんならそんだけ描く必要はないです。もし描くならば今すぐシャンプーを変えてください。続いて残る7人、同時に見てみましょう。おろ、後悔する。というわけで、1日目の朝に追放されるのはももちさんに決定しました。絶対そうよ。1日目の朝、人狼と疑われ追放となったのはももち。果たして本当に人狼だったのか。そこまで怪しいかわからんかったよね。恐ろしい夜がやってきました。これより人狼は夜の闇に紛れて市民を1名襲撃します。プレイヤーは夜のアクションを行います。人狼は今夜どの市民を襲撃するか選んでください。占い師は誰か1名を占い、その人物が人狼か人狼ではないかを知ることができます。騎士は人狼から守りたい人物を1名選んでください。そして残りの市民は人狼と疑わしき人物をそれぞれ1名選んでください。さあ、今夜人狼の餌食となる犠牲者が決定しました。その人物は、Who is the target tonight? やば、怖い。なんで？なんで本当に？さあ、夜が明けました。何にもしてへん。昨晩人狼の餌食となってしまったのは浜谷さんでした。人狼の襲撃を受けたということは、浜谷さんは人狼ではなかったということになります。最初の犠牲者に浜谷を選んだ人狼、その思惑とは一体。
残るは7名。嘘つき人狼は誰だ。では2日目の朝、追放会議の時間です。昨晩の市民の投票により、今疑わしいと思われている人物は北村さんです。それでは追放会議スタート。これどうなったんだ。誰疑ってた。ももちです。ももちですよ。ももちは誰疑ってた。ももちはジュニアさん疑った。まだそない確信はないけど、やっぱり経験者っていうか、ね、その決したんでしょうね。人狼やったとしたら決したいね。したいね、やっぱり。まだそんなに決まってない状態やからこそ。はい、桃地はどうかわからないもんな、でもな。まあ、そうだね。確かに浜谷君が桃地のことをバッて攻めた時に、ギリギリタイムアップになる前に助けようとしたのは北村先生。そうなんです。ゴーンと言った時に一言何か発したんですよね。なるほどね。助けようとしたわけじゃないんだよね。あの、何の根拠かなと思ったよね。どうでしょうね。絶対根拠があるはずだと思ったから。全員ももちでしたっけ。ジュニアさんにももちが行った。はい。で、おいで岡田さんが北村さんに行った。僕北村弁護士で、はい、今もなお変わりません。ほら、北村さんからしたらこれ怪しまれてるから、はい、あの時点で消しててもよかったんですね。そうですね。要は、ね、でもそれをやると一回北村さんの名前が出てるから、逆にバレやすいからね、やらなかったという考えもできる。そうですね。まあ、おそらく私はそういう予想を立てております。今やっぱり一旦ね。えらい。でもサリーナさんもえらい おとなしいですね、急に。いや、私市民だから、もうあんまりいらないこと言うと疑われちゃうと思って。そういうキャラクターだから今、うん、あの人狼がどういう風に出てくるかっていうのを守る立場で見てるだけです。おかしなこと。でも私はすごくドツボを踏みやすい性格なんで、もう一番初めに勇気を振り絞って、勇気を振り絞ってないけど、うん、嘘っぽい。嘘ね、いや、何ですかこれは。いや、ほんま喋れば喋るほど怪しい。そうなんですよ。私もね、自分で不思議なぐらい喋れば喋るほど怪しいの。でも、うん、私市民やから。いや、違う女好きがよう分かれへんねんな。あ、でもな、怪しいのは北村弁護士やと思っています。おお、へえ。でも本当に、あの、一番最初第一声、私は市民ですっていうのは、ね、人狼ならかなり勇気いりますよね。ですよね。残り1分です。こんな勇気あると思います。でもそれぐらいやっといて、まあね、それやっといて信用されたらだいぶ強いですよ。どうなんやろな。それで言ったら一発かけやもんなれ、ね、俺一番やりやすいのは、はい、ね、長野さんですよね。うん、長野さんが俺怪しいかなと。お、私、はい、今ちょっと冷静に聞いてて、私一番最初にこれ見てあげた時にサリナさんが千原さんの方を一番最初に見たような視線を感じたんですね。それで、でもそれを一番最初に残り30秒です。人狼にもしそうだった場合に消されそうだなと思って今言わなかったんですけど、うん、今私がそういうふうに思いながら話を聞いていたら、うん、さりげなくかばったんですよね今。ただね、人狼同士はね、すぐそうやったらね、やっぱり絡まないでしょ。なかなか人狼同士前半絡まないです。それを避けよう避けようという心理状況は働きませんか。当たり前みたいに助けたらこれまた怪しいから、ね、そうやね、うん、見る目ないよ。時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー追放したい人物を1名選んでください。尻尾出さないね。全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。まずは岡田さんが追放したい人物、この方です。意見変えませんね。ちょっと口元に手を置いたりとか非常にね、これも挙動不審極まりない。あー、出ましたね、これですね。あれ、これですね。確かにね、これは。続いてジュニアさん、スギちゃん、はい、サリナさん、3名が追放したい人物はこの方です。なんかね、さっきこうスイッチ押すときも、うん、でもなーっていう声の漏らし方が。そして残る3名も同時に見てみましょう。
というわけで永野さんと紗理奈さんが同じ得票数となりましたので、これよりさらに1分間の追放会議を設け、再度の投票に移りたいと思います。得票が同数になった場合、再追放会議が開かれる。果たして追放されるのは永野か、それとも紗理奈か。女同士が生き残るため必死の弁解を繰り広げる。それでは皆様、再追放会議スタート。もし私が人狼やったら、もし私が人狼やったら、北村弁護士怪しいって言ってて変えません。だってここの票は取れるん分かってるから入ると思うじゃないですか。でも私変えたんです、中野さんに。中野さんなんか怪しいと思った。根拠は？誰が怪しいと思って聞かれた時に、矛先を変えて自分からそらそうとしたように私は聞こえました。それで怪しいと思って。してない。残り30秒です。本当です。なるほどね。いやでもどっちや。逆にでも一番最初から私は市民ですって言ったところも、私は人狼だったらやりそうにないなって思ったからこそ、いや僕入れたんは一かけで言ったんかなと思ったんですよ。違う。残り10秒です。そんな度胸ないです、私そんな度胸ない、あれ人狼でなかなかできないですよ。なかなかできないですよ。わかるでしょ。でもみんなそう思うじゃないですか。いやそれをみんなそう思うから。時間となりました。これより投票となりますが、投票の対象者は永野さんと紗理奈さんです。絶対違う。なるほどな。本当に違います。誰の真偽ですよね、最初の、いや私そんな度胸ないないと思います。でしょ。分かるでしょ。まあまああるかも。いや全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。7名の投票をいっぺんに開けます。というわけで2日目の朝に追放されるのは永野さんに決定しました。違うから本当に。1分間の議論の末、疑惑を晴らせなかった永野が追放されることに。残るは6名。いやこれだ、恐ろしい夜がやってきました。これより人狼は夜の闇に紛れて市民を1名襲撃します。プレイヤーは夜のアクションを行います。人狼は今夜どの市民を襲撃するか選んでください。占い師は誰か1名を占い、その人物が人狼か人狼ではないかを知ることができます。騎士は人狼から守りたい人物を1名選んでください。そして残りの市民は人狼と疑わしき人物をそれぞれ1名選んでください。さあ今夜人狼の餌食となる犠牲者が決定しました。その人物は Who is the target tonight?夜が明けました。昨晩人狼の餌食となってしまったのはジュニアさんでした。人狼の襲撃を受けたということは、ジュニアさんは人狼ではなかったということになる。残るは5名。この中にはまだ嘘で正体を隠した人狼が潜んでいる。では3日目の朝追放会議の時間です。残り5名となりました。もし人狼がまだ2匹残っている場合、この追放会議で人狼を見抜けなければ人狼チームの勝利となります。昨晩の市民の投票により今疑わしいと思われている人物は北村さんです。それでは追放会議スタート。今怪しまれてんのは北村さんと紗理奈さんですよね、占い師の人いますか。あ、占い師ほんまや。あのね、ここで一応言いますけど、
私占い師です。あら、はい、はい、で私は最初浜谷さんを占いました。はい、どうでした？市民でした。2回目占いました、うん、はい、はい、人狼ですね。え、あれ出た、顔笑ってる。人狼ですか？人狼か。俺今日冴えてるわ。岡田さん、何ですか、まあ、ゆっくり もう言い逃れできませんよ。いいんですか、そういう態度を取って。この後私は芸人です。ボケたり嘘をついたり全然職業から OK ですよ。北村さん、この後あなたの仕事に傷がつきますよ。いいんですか？僕は、はい、冤罪の人を救う仕事です。どういうことですか？それは逆はしません。冤罪を作り出すことはしないから。もう人狼ですよ。じゃあ人狼ですよ。だからですか、ちょっと人狼と思ってる方ちょっとどんどん言うと、あなたが人狼。あ、ちょっとまず弁護士さん、待って、だから俺人狼ですか？どうですか？人狼だと思う。あなたは人狼ですって言ってください。あなたは人狼です。はい、後藤さん、あなたは人狼です。はい、あなたは人狼です。残り1分です。わかりました。後藤さん、あなたも人狼ですね。なんでめちゃくちゃなこと言い出してるやん。すいません、あの大根です。苦し紛れになってますよ。急あんなんすよ、マジで。なるほど。なんで、何で俺は捕まえたぞ。わからきもいいとこだ、これ。占い師はもう消されてます。え、残り30秒です。私が市民だからです。私が占い師だって、もしね、占い師だったら、いや俺が本当の占い師ですって言いますよ。一緒に言うとけね、おかしなって。人狼がそこで反論するのは自分が占い師だと言わなきゃダメなのよ。俺は市民やから全くわからないんですよ。残り10秒です。ただ先ほどから弁護士が私何遍もね、説得力の薄い挙動言いますよ。どんだけ大笑いして手を叩くんです。あんな心底なおでんのよう使った大根や、お前は。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー追放したい人物を1名選んでください。最後バタバタしてたわ。まな板の上でバタ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 してたわ。チクショー。なあ、ほんまにお前ら。わかりやすい人だったな。わかりやすい人情だった。いや、本当にもう。すべての投票が終わりました。これより結果を発表します。それではまず、岡田さんが追放したい人物、この方です。まあね、ですよね、一貫してね、はい、ですよね、そりゃそうだ、はい、そして残る4名同時に見てみましょう。というわけで3日目の朝に追放されるのは岡田さんに決定しました、うん、あ、お待たせ。自業自得、自業自得。ここで人狼チームの勝利が決定しました。このゲームの人狼は北村さんと後藤さんです。何これ、恐ろしい。え、最後占い師はじゃもういなくなった、いなかったから、それが通用者。なんでいないっていうのが分かったの、まあ、最初結構疑われてたじゃないですか、はい、だから自分が占い師だったら早めに僕を占うなと思ってて、でヒットしたら言うはずなんだけど、言わないからもう絶対いない。ちょっと待ってください、俺騎士なんですけどずっと北村さん守ってました。ありがとう。ありがとうございました。人狼を守ってたよ。恐ろしい。全てのキャストはご覧の通り、本物の占い師は1日目に追放された桃地、その占い師を語った北村と後藤が見事に市民を欺き勝利。皆さん見抜けましたか？まさかの騎士がずっと人狼を守る。なんちゅうの、疑うところがなくて、ほんで岡田さんが北村さんを疑ってるから、もう終始ですよ、やばいと思って、ずっともう初めからもってもね、もう挙動不審だったんですよ。もうドンピシャやもう当たり前。最初あれなんであっこから反論弱かったんですか？どこの反論も、いや占い師です、あなたが人狼ですって言われた。いやもう弁護士の人がこんな嘘ついてええよ、もう笑い出てもうて、もうお前大丈夫
かな、ほんま思っても笑いがゲラゲラって出てくるもんね。ほんで途中であなたは人狼でしょって一人ずつ聞いた時もはい、はい、やっぱここでかばいやってる感でグッと来たのよ。もうここ BC ここ2人やで言うてけど、あれはすごいですよ北村さんの。